正しい対処法はフィギュアスケート男子で五輪に連覇を達成しプロに転向した羽生結弦27の公式 YouTube チャンネル羽生結弦が解説から約2週間で登録者数が67万人を突破21日現在一方で切り取りなどの無断動画が横行しているそこで著作権法や エンターテインメントメディア法に詳しい福井検索弁護士を直撃問題点とファンが取るべき行動について聞いた羽生結弦の動画は世界中から注目を集める一方で人気に便乗した切り取り動画などの違法アップロードが蔓延ファンからはなんとかならないのかダメなものはダメと非難の声が上がる中福井弁護士は YouTube などからダウンロードして編集したものを再アップロードするのはもちろん認められているわけではない規約に反していることは間違いないし何らかの著作権の侵害にあたる可能性があると指摘したではどの点が著作権の侵害にあたるのか福井弁護士は一振付の権利にスケーターである ハニュうゆずの権利3映像の権利と3つの視点から分析した1についてはある程度独創的な振り付けの構成が映像に含まれている場合には著作権の侵害にあたる可能性がある2は著作隣接権という歌手やダンサーに与えられる権利で芸能的な性質を持つかどうかで変わってくる 3は映像の著作権で編集などの工夫がなされているものは映像自体が著作物になる可能性が高いすべての無断動画が一三を侵害するとは限らないものの切り取り動画が YouTube の規約違反であることは事実は羽生結弦側は削除の要請や責任追及を行える可能性が高いという他にも 収益を目的に切り取り、動画を使ったチャンネルを運営している場合は、パブリシティー権、肖像権の一種の侵害にあたるケースもある。例えば勝手に、羽生結弦チャンネルを立ち上げて、羽生結弦さんの映像を使い、アクセスを集めても受ける可能性は十分にある。羽生結弦さんを研究するための真面目なチャンネルなどは、別として、 ただ単に羽生結弦さんの映像を集めて収入を得るのは違法となり得ますとの見方を示したただ法律に抵触するのは覚悟で無断アップロードをする人たちが後を絶たないだからこそファンに向けて純粋なファン動画はともかく海賊版のような動画に関しての最善策は見ないこと見ればその動画の順位が上がり ハニュうゆずさんの公式チャンネルの再生数が減ってしまう恐れもある。スケーターを支えられておらず、結果的に苦しめることにもつながってしまうかもしれないと呼びかけた。ハニュうゆずが YouTube チャンネル解説動画は自身で編集。モチベーション高める目的か7月19日。プロ転向を表明したハニュうゆず27歳。 8月7日に YouTube チャンネルハニュユズルを開設するとチャンネル登録者数はしばたたく間に65万人ほど8月16日現在に達した8月10日には練習風景を2時間にわたって生配信したハニュユズルはこれまで SNS アカウントを持っておらず試合やアイスショー以外での姿はベールに包まれていたが なぜ羽生結弦は YouTube を始めるに至ったのかこのチャンネルでは主に自分のスケートを配信していきたいなと思います日常とかそういう動画を作る予定はなくてこれから自分のスケートに触れていただける機会を少しでも多く作りたい動画の方針について羽生結弦はこう語っている10日は リンクに上がる前のウォーミングアップから中継を開始。1時間にも及ぶ入念さで表情も競技会さながらの真剣さだった羽生結弦曰くフィギュアスケートはすごく華やかなイメージがあると思うがその中にこんな泥臭い本当に必死でもがいて練習してる姿があるんだなっていうのを見てほしいという意図があったという 彼なら、有料コンテンツでも多くの視聴者を得られるのは確実だが、動画は YouTube で、無料公開された。使用楽曲には、半権料がかかるため、コストパフォーマンスを考えたら、むしろ有料で当然なくらい。でも、 本人は、より多くの人に届くように、フィギュアスケートに興味を持っていなかった人にも見てほしいと、あくまでも無料にこだわりました、フィギュアスケート関係者さらに驚かされるのは、動画編集を含む作業を、羽生結弦自身が担っているところだ、睡眠時間を削って、試行錯誤しながら作っているようです。本人は素人は、素っっぽいいと笑っていましたが、 なななかなかでできることではない。スポーツ指揮者羽生結弦は並々ならぬ覚悟で YouTube に臨んだという小学2年生から高校1年生まで羽生結弦を指導した恩師鈴木昌一郎さんは羽生結弦が YouTube を始めたのはモチベーションを保つためではないかと話す彼は現役時代と同じかそれ以上に高いモチベーションで フィギュアスケートをさらに極めたいのでしょうそういう意味でアイスリンク仙台にこだわり続けたことも納得ができます仙台だったら万全の体制で納得のいく練習ができて多くの方に新たな羽生結弦を見せることができるという確信を持っているのだと思います鈴木さん羽生結弦は YouTube 生中継の終了後 集まったメディアの個別取材に答えているその数25媒体各媒体で似たような質問もあるのですが羽生結弦さんは真摯に丁寧に答えていました多くが今後に関する質問でしたが自分がやることは全部がフィギュアスケートに結びつくやフィギュアスケートに生きがいを感じていると スケート愛を前面に出して答えていた。プロ転向というと、アイスショーでお金を稼ぐという印象を持たれる人もいるかもしれませんが、羽生結弦さんの場合、人生をかけてスケートを極めるという思いなのかもしれませんね。前室、スポーツ指揮者今後の配信内容について、4回転アクセル、4A をはじめ、 難度の高い技には挑戦し続けるとも口にしている羽生結弦もしかすると前人未到の 4A を成功させる姿を YouTube でリアルタイムで見られるかもしれないさらにはこんな期待もある浅田真央さん31歳や宇野昌磨選手24歳らがゲストとして登場する可能性もありますねまた 羽生結弦さんは大谷翔平選手28歳と同い年でお互いにリスペクトし合う中大リーグのシーズンオフにはビッグなコラボもありうるかもしれません別のフィギュアスケート関係者